赤レンガの金森倉庫群から歩いてほどない場所にあるカフェつつ、一見すると和風な蔵のように見える建物ですが、外観のイメージをいい意味で裏切ってくれるお店です。ガラスの扉を開くと、さりげなく置かれたスピーカーやイームズのデザインチェアが並び、オーナーのこだわりがバランスよくまとめられたおしゃれな店内が広がります。コーヒーの香りと流れる音楽が作り上げる居心地のいい空間は、すぐそばに観光スポットが立ち並ぶとは思えないほどのんびりとくつろぐことができます。ランチに訪れる人も多く、街歩きの途中にふらりと立ち寄りやすい立地が嬉しいですね。さらにポイントなのは、自家焙煎コーヒーが楽しめるというところ。店内の一角に設けられた焙煎機からは、豆がローストされる香ばしい香りが漂います。このコーヒーをお店で飲むことができるのはもちろん、気に入ったら焙煎された豆を購入して自宅でも楽しむことができるんです。湯気と一緒に漂う香りを楽しみながら入れたてのコーヒーを一口、ぜひオリジナルスイーツとも一緒に味わってみてください。自家製プリンやパフェなど、女性に人気のスイーツが揃っています。また店内にはガラスで仕切られたDJ ブースを思わせるスペースもあり、まるで自分の部屋でくつろぐように過ごせます。家具や食器、置かれた雑誌に至るまで、オーナーのこだわりが込められたカフェつつは、いつ訪れてもここだけの空間に浸ることができる、そんなカフェです。